してた。休憩前に引き続き会議を開きます。この際申し上げます。午前中の日程第一会議録署名議員の氏名において1番松浦君を氏名すると発言いたしましたが、13番たるい君に訂正させていただきます。ご了承願います。それでは日程に従い一般質問を行います。16番岡本君の質問項目に公有財産の活用に対する答弁を求めます。総務長。公有財産の活用についてお答えします。まず1点目の本市における普通財産の現状と市の方針ですが、現在管財課で管理している普通財産のうち土地の主なものは山林等すぐに処分が可能な困難な土地が15箇所、25万7490平方メートル、県や地元等へ貸与している土地が26箇所53836平方メートル、晒し等になっている土地が17箇所18894平方メートル等で、その他を含め普通財産全体で72箇所351458.02平方メートルとなっています。私有財産は市民の貴重な財産であり、市民サービスの向上や行政目的の実現など市の貴重な経営資源として活用する必要がありますが、厳しい財政状況の中、財政健全化の観点から普通財産となっている土地は売却を基本としています。次に2点目の売却不可能な普通財産についてお答えします。普通財産として管財課が管理している土地のうち山林等すぐに処分が困難な土地は15箇所25万7490平方メートルあります。これらは土地を貸与しているものを境界確定や離道、水路の付け替えなど地元協議の必要なものが多く、測量等の費用も多額となるなど売却できる状態にするまで時間がかかる財産です。今後とも市の不動産審査会において処分の妥当性や価格等について議論を行い、市の収入増加に努め次世代への負担軽減につなげたいと考えます。次に3点目の公共施設等総合管理計画の進捗状況と今後の課題ですが、昨年度に策定した橋本市公共施設等総合管理計画においては、人口の減少や税収減少に合わせた施設総量の最適化を行うため、今後30年間で公共建築物の総量を 30% 削減することを目標にしています。またこの計画の個別方針編においては、平成36年度までの具体的な施設の管理方針を定めており、公共建築物294施設のうち、保持する施設が191、統合する施設が20、移譲する施設が49、廃止する施設が34としています。この計画を着実に進めるため、今年度から年度当初に、施設ごとの具体的な取り組み内容を定めた実施計画を立て、年度末に進捗状況を評価して翌年度の実施計画に反映させることで進行管理を行っています。これまでに売却や建物を除却した施設は恵比寿温泉や旧大郷幼稚園など5施設、今年度末までに自治会に移譲する予定の集会所が1箇所、また神室中学校についても今年度末から除却が開始されます。今後の課題といたしましては、個別方針で異常とした集会所等の施設については異常先となる区自治会等にご理解いただき、異常を受けていただく必要がある点や建物の除却に対して記載は認められているものの交付税措置がないなど、計画を進めるためには多額の経費が必要となり、財政力が脆弱な本市にとっては負担が大きい点などがあります。
16番岡本君、再質問ありますか。16番岡本君。こういう財産のうちの、普通財産について、お尋ねさせていただいたんですけれども、この行政財産の中にも、見直しが必要となるものがあるのではないのかなというふうに思うわけでございます。でそれで行政財産の用途変更なんかもして、整理するということも、本市の今の現状の財政を考えると必要ではないのかなと思うんですけど、その辺についてはいかがですか。財政課長。はい、先ほど答弁させていただきましたとおり、公共施設と総合管理計画の方で、廃止または統合とした施設が54施設ございます。こういった施設につきましては、今後行政目的がなくなった段階で、普通財産に移管しまして、売却等を行って、市の財源確保に努める必要があるというふうに考えております。16番岡本君。はい、ありがとう。その辺もしっかりと計画の中にも入れていただいておりますので、特に問題はないのかなと思うんですけど、先ほど壇上でもご答弁いただいたように、個別の方針で、異常をした集会場の施設だったりとかあるんですけど、その今後、測量なんかも必要であるとか、教会の確定離道や水道の付け替えというようなこともご答弁いただきましたので、その辺、売却となると時間がかかるというようなお話でございましたけれども、なかなかその、維持管理というのもかかってきますので、その辺、積極的に売却の方向にというのは難しいのかなと思うんですけれども、その辺もしっかりと計画に沿って、進めていただいて、負の遺産というか、後世にそういった問題も残していかないように、しっかりと、計画の方を進めていただきたいなと思いますので、その辺だけ、ご要望いただきしまして、2項目目は終わります。はい、次に質問項目3、少子高齢化とこれからのまちづくりに対する答弁を求めます。総合政策部長。少子高齢化とこれからのまちづくりについてのご質問にお答えします。平成27年度に策定した橋本市人口ビジョンでは、2025年に団塊の世代が高齢者となるピークを迎え、高齢化率が約 35% を超えるなど、人口減少と少子高齢化が急速に進むと予測されています。そして2060年の人口は現在の約6万4000人から3万4000人まで減少する見込みであり、高齢化率については約44% まで上昇し、人口の約半分が高齢者になると推計しています。本市は北部住宅開発により1980年代から人口が急増し、それに伴い道路、水道などのインフラや学校などの公共施設の整備が急速に進み、まちづくりが進められてきたという特徴があります。このように進められてきた本市のまちづくりから、この人口減少と少子高齢化が本市や市民生活に与える影響を考えますと、まず今後もさらに高齢化が進むとともに、人口が急増した時期に整備されたインフラや公共施設などの老朽化が進みます。それに加え、少子化による保育・教育への影響、福祉・医療への需要が増すことによる社会保障費の増加、生産年齢人口が減少することによる税収の減少、地域経済への影響、地域の担い手不足による共助の弱体など、
さまざまな問題が生じてくると考えられます。このように右肩下がりの時代に従来から進めてきた行政サービスの手法には限界があることを認識する必要があります。これからのまちづくりにおいては限られた行政資源、いわゆる人、物、金、情報を有効に活用するために市全体の一律の行政運営から地域性を重視したまちづくり、地域の特色を生かすまちづくりへの転換が求められています。つまり市民一人一人が自分ごとのように地域のこと、町のことを考え主体的に行動する風土を醸成し、市民と行政の共同で元気な町を作っていかなければなりません。そのためには町づくりに関する理念、基本的な制度や仕組みをルール化する必要があり、現在市民の皆様からいろんなご意見を伺いながら仮称橋本市自治基本条例の策定に取り掛かっているところです。また本定例会に提案しています第2次橋本市長期総合計画基本構想においては、計画全般に共同の理念を盛り込んでいます。住み慣れた地域で子どもから高齢者まで地域全体で支え合いながら安全安心な生活を送れるような町の実現に向けて、市民と議会、行政が力を合わせこれからの町づくりを進めていきたいと考えていますので、議員各位のご協力をお願いいたします。16番岡本君、再質問ありますか。16番岡本君。はい、ご答弁ありがとうございます。それではこのまちづくりについてなんですけど、最後に、市長にお伺いしたいんですけど、平木市長の政治信条、現場主義、市民共同、政治公平保守ということで、市長のマニフェストをしっかりと熟読させていただきました。その中でこの平木市政2期目に向けたマニフェストということで、元気なまちづくりを掲げておられます。でこう2項目目の質問にも関連するんですけど、住んでよかった、住みたくなる町橋本市を実感できる、元気な町づくりを推進するために、市長の考えます元気な町づくりというものをに対する思いというのをお聞かせいただきたいんですけれども、あと 1,2 分ほど後ろで時間いただきたいんで、市長あと17分ぐらいありますので、思いの丈を おっしゃっていただけたと思います。よろしくお願いします。市長。はい、岡本議員の質問にお答えをします。ただまだ私再選をされておりませんので、ここで、あまり、そういう方針を述べていいのかよく分かりませんが、やはり元気なまちづくりを進めていくということは必要なことでありますので、まず1点目は財政の健全化をやはり進めていくということになろうかと思います。そのためにもやはり歳入と歳出のバランスをこれからも取っていく必要がありますし、その中で事業の選択と集中という部分を考えていかざるを得んのかなというふうに思っています。現状、税収も下がってきておりますし、そういう中で、重点事項をしっかり整理しながら進めていくというふうなことも考えています。で、これからまず大事になってくるのは、健全化を進める中で、古くなった公共施設の整備というのをいかに財源を確保しながら進めていくかということになってきます。今一つのプロジェクトとして考えているのは、その年度ごとの公共施設の整備計画をちょっと早いうちに立てて、
学校も全部含めての話ですけれども、教育委員会も含めての話で、そういう整備計画を、理事を中心に作って、もう、政策調整会議を整備するときにいちいち図らなくても、できるだけ、次はここをやります、今年はここをやりますというふうな整備計画を明確にしていって、どれぐらいの費用がかかって、どれだけの有利な記載を借りれるかという部分をしっかりと詰めていくということになろうかと思います。で、公共施設管理計画につきましても、異常であるとか廃止であるとかっていうのを、これからも進めていきたいと思いますし、ただ異常できないところっていうのもやはり出てくるのかなという時にはやはり、交付ではありませんけども除却債を使って、やることも大事になってくるのかなというふうに、全体的なコストを抑えていくっていうふうなことになると思います。まず1番は財政の健全化、2番目は少子高齢化対策、これはもう橋本氏の大きな課題でありますので、今、福祉と教育の連携推進室も作りながら、教育と教育委員会と福祉部局、また市長部局の連携ということで、進めて少子化という部分の対応をしていきたいというふうに思っておりますし、高齢化対策でも健康福祉部内にプロジェクトチームがありますので、そういう中で、高齢化対策についてもこれからどういう取り組みをしていくのかという部分をしっかりとしていきたいと。で結局は、少子高齢化の流れの中でやっていく最終到達点というのは、やはり一緒かなと、先ほど部長答弁にもありましたように、子どもから高齢者までが住み慣れた地域でお互いを助け合いをしながら、生活をしていただく、活動していただくということが非常に大事な部分になってくるというふうに考えておりまして、高齢化対策も含めてこれから少子高齢化に向けての市長部局と教育委員会部局が連動した形でより一層そういう連携を深めていくためのことを考えていくということかなというふうに思っておりまして、より一層の連携強化っていう部分を考えていますし、残念ながら職員だけではそこの部分を解決できませんので、今自治基本条例考えてますけども、そういう中でやはり市民と一緒になって、この事業については進めていきたいと思います。で、私自身もその地域の特徴って、議員、市会議員各位もそうだと思うんですけども、議員各位も結局は自分の地域は分かってるけども他の地域のことをどれだけ分かってるかっていうと、その細かい部分については全く分かってないっていうことだと思うんです。だからその中でやはりこの地域はこういう街づくりをしたいというふうな提案を受ける、そういうふうなことで一緒にどういうこの地域はどういうふうにするのか、公約地域でしたらどういう形が一番ベストなのかっていうふうなことをやはりよく意見交換を してそのまちづくりに努めていきたいというふうに思っておりますし、今高齢者のサロンとか元気ラリー体操をやってもらってますけども、そこについてももうそこの部分は各区自治会でやってくださいと、その代わり交付金を出しますと、その代わり敬老会祝い金は廃止しますよっていうふうに、より一層地域での活動が活発化していくようなそういうものができていけばいいのかなというふうに考えてて、今そこの部分の交付金化っていうのも、一定の基準を設けないといけませんので、そういうことも今考えていきたいと思いますし、子どもの貧困問題についても当然連携も必要になってくると思いますし、やはり貧困率というちょっと高いようですので、その辺の問題をどう解決していくかっていうのを今これからより教育委員会と連携をしな
していきたいと思いますし、まあ、不登校、いじめ、学力の問題もそうなんですけども、まあ、そこにも貧困という問題もついてくると思いますので、まあ、その辺の連携をどういうふうに、強化していくかということで、これについてもどこかの地点でプロジェクトチームを作って、まあ、教育長がリーダーになってそういうことをやっていただくような今仕組みも考えていきたいというふうに思っています。で、3つ目はやはり若者の雇用と地域経済の活性化ということで、当然まず地元も経済もこれから頑張っていってもらわなあきませんので、そこについてブランド推進室が中心になって、さらに商品のブランド化であったり新しい商品の開発であったり農業に関しても、そういう部分をより一層こう強化していくような、仕組みっていうのを考えていきたいと思ってますし、まあ、パイル織物も非常に注目をされてきてますし、平田もひょっとしたら、中国に管理釣り場ができた関係で新しい展開が考えられるのかなというふうに思いますし、平田もそろそろ、関東へメッカですから、そっちの方へもこう進出していけるようなそういう形も必要かなというふうに思っています。まあ、地域の経済、まあ、農業も含めて商工業も含めていかにさらに活性化させていくかっていう問題だと思います。で、まあ、企業誘致もおかげさまで先日東建サモテックとの契約もできましたし、今後若者の雇用をどう確保していくかっていう、今度は、どういうふうに雇用の覚悟をしていくかということを常に頭の中で、考えていく必要があるのかなというふうに、思っています。まあ、そういう中で、まあ、綾名台北部地域の開発も、進めていきますし、まあ、平成34年ぐらいには、371号バイパスの完成っていうのも視野に入れとく必要もありますので、まあ、そこの部分についても34年完成を目指してますけども、32年ぐらいからは企業誘致の職員を誘致場所の販売に走らせていきたいというふうに思っていますし、さらなる企業誘致を進めていくということになると思います。で、やはりもう一つは交流人口をいかに増やしていくかっていうふうな問題だと思います。まあ、一般社団法人高野山麓ツーリズムビューローができましたので、まあ、これは本当に民間事業者がどのようにこの橋本だけではなくてこの橋本糸地域の交流人口をさらに増やしていけるか、そして観光資源の少ない橋本市にどれだけのお金を落としてもらえるような取り組みをしていただくかということだと思います。で、まあ、その中で、これから、今、経済推進部に指示しておりますのは、インスタグラムと SNS を使った情報発信を早くやりなさいと、今先日のコンビネーションでも、親愛女子短期大学のご提案をいただいて、もっとインスタグラムを使った提案をしていったらいいなというふうな意見も聞かせていただいて、それを採用するということとしてます。そういう中でいかに動画を面白く興味を持ってもらえるような発信に切り替えていくようなことをしていく必要があるのかなと。まあ、ホームページに写真を載せるのもいいんですけども、ただそれってほんまにどれだけの人が見てくれるのか、結局はもう情報化社会の中でやはりどれだけ興味を持ってもらえて橋本氏に来ていただくのかっていうことを念頭に考えていく必要があると思うんです。で、まあ、いろんなご意見もいただいてますけども、より一層そっちの方へ舵取りを取っていきたいというふうに思ってまして、まあ、あんまり決まった写真をいくら載せても誰も興味持ってくれへんだら何も面白くないということだと思いますし、まあ、そっちの方に舵取りを切れということを経済推進部にも言っておりますので、
新たな挑戦をしていきたいというふうに思います。まあ、もう一つ、そして国が今考えているのが、文化財を守るから文化財を観光資源に変えていこうというようなことを今文化庁と観光庁が取り組みを始めています。そこに当然こう乗っていく必要もありますので、そういうふうなところで、今後より一層観光振興にも取り組んでいかなければならないということで、今、経済推進部長を中心に、今現在考えているのは経済の活性化担当というふうなことをもっと明確にして、教育委員会とも連携をする、経済推進部と連携する、民間ともこう連携するような、新たな仕組みっていうのを考えていきたいというふうに思っています。まあ、全てやればええことなんですけど、ただやはりそうなると人も物も金も時間もかかりますので、まあ、できるだけ早い形のスタートをしていくというふうなことも必要かなというふうに思っていて、まあ、この3つを特に新たに重点的に取り組んでいきたいというふうに思っています。まあ、あんまり言うと、あと私にとってもプレッシャーのかかることもありますので、まあ、ただやはりスピード感を持ってやっていく、従来の形よりも新しいものがあるんであれば、どっちが効果があるのかっていうふうなことも考えていく必要があるのかなというふうに思っています。で、やっぱりそういう中で、これから先ほどコミュニティバスの質問もいただきましたけども、高齢化に向けての市民の皆さんの交通手段をと当然買い物支援というふうな部分をこの数年の間にいかにして作り上げていくかっていうことだと思います。今、コミュニティバスとデマンドタクシーをこうセットにした形で、試験運行させてますけども、最終的にどういう形が地域の市民の皆さんにとって、高齢化が進む中でどういう移動手段っていうのはどういう組み合わせがいいのか、例えば全部デマンド制にするとかっていうような議論もあると思うんですけども、それを今からとしっかりと議論をして試験もしながら、一番いい方法を考えていくっていうふうに考えてます。まあ、なかなか、交通網をすべて市民の皆さんに満足してもらえるような形っていうのはなかなかないのかなと。これ逆に、有償運送の組織を、まあ、今、NPO でもやってもらってますけども、さらにこれを拡大するという方法もあるのか、まあ、さまざまな部分があると思いますので、まあ、その辺についてもこれからの移動支援、買い物支援というのもどのようにやっていくかというようなことを、考えていきたいというふうに思っています。まあ、時間を岡本議員のために残さなきませんので、この辺で終わりますけれども、以上なことを中心に考えていきたいと思っています。16番、岡本君。市長、お気遣いありがとうございます、まあ、今市長の考えるまちづくりについて、まあ、自治基本条例というのを草案なんかも作っていただいてるんですけど、まあ、1、2点気になるところもあるんですけど、まあ、市の憲法としてはいいのかなというふうに、まあ、私も考えております。で、市長もおっしゃられるように、まあ、作るだけではダメやと、それをしっかりとこう活用していかんといかんのではないのかということをおっしゃっておりますので、その辺も私もちょっと心配しているところで、こう絵に描いた餅にならないのかなということも少し危惧しておるわけでございます。で、それで共同ということで、お話なんですけど、まあ、本市の、まあ、社会基盤の核を、まあ、形成してきました、こう区とか自治会というのが、まあ、少子高齢化、
それと、まあ、過疎化、自治会の未加入というような諸問題もありまして、またその担い手不足、でも僻地の自治会というのは、まあ、存続自体もちょっと厳しいよというようなところも聞こえてきます。でそういった点も、まあ、しっかりと考慮していただいた上で、まあ、市長の考える橋本市のまちづくりというのをしっかりとお願いいたしまして、私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。16番岡本君の一般質問は終わりました。順番4、17番井上君。17番井上君。こんにちは。ちょうど眠たい時間でございますので、まあ、私はできるだけ大きな声で、目覚ましのようにしっかりと、質問させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。先ほど、会派の岡本議員が質問しておる中で、いろいろお聞きしております。市長はなかなか立派な構想を持たれているなということで、あります。それを実現すれば、それはもう最高の橋本市になるんじゃないかいなと、まあ、一つ一つ実現に向かって頑張っていただきたいと思うわけでございますけれども、今回、それを期待をいたしましてですね、3つほど質問させていただきたいと思います。で本日第1項目目につきましてはですね、皆さんご承知のとおり小屋内の給食センターが、教育委員会でも、統合されるわけでございますね。でそこで、給食センターの今後についてということで、この施設につきましては、旧小屋内でもかなり投資をしてですね、しっかりとしたセンターでもありますし、するので、解体ということについてはちょっともったいないかいなということも考えております。で、そこで、新しい施設でありますので、これからの利用、それから目的、目標についてですね、についてのお考えをお聞きしたいと、このように思います。それから2つ目でございます。産業文化会館のアザレアの今後についてであります。で、この産業文化会館につきましては、先日来3年の文化スポーツ振興公社に委託をして、今まで通り、取り組んでいただくということで方針が出ました。で、それはそれでよく分かっておりますけれども、私ども小屋内では産業文化会館ということについてのですね、このについてちょっと3つばかし、ご提言したいと思いますので、お考えをお聞きしたいと思います。1つ目につきましては、本市に文化会館として現在2か所、小さい須田の会館も入れれば3箇所になるか分かりませんけれども、かなり、急激な、この、朝からも人口の減少、これが急激に始まっておると、そういった中でですね、やはりこの見直しというか、私は1箇所で十分やと思うんですけれども、そういうことについて今後のお考えをお聞きしたいと思います。で、2番目につきましては、産業文化会館という、今現在、スポーツ振興公社の皆さんに、取り組んでいただいておるわけですけれども、産業振興観光の地域づくりの拠点としてですね、民間に委託も含めて、利用の用途、
これをまあ変更してはいかがですかということで、まあ、条例改正も含めて、お考えをお聞きしたいと思います。それから、3つ目につきましては連動いたしますけれども現在、県縄自動車道が、まあ、完成に、もう和歌山の方へは完成しておりますけれども、小山内大野インターにも近いしですね、場所的にも地域産業観光の拠点として、まあ、最適ではないかと思うわけでございます。それについてのお考えをお聞きしたいと思います。でこれにつきましては、産業文化会館のみであれば、もともと産業文化会館というのは、市長も市長さんというのは皆さんよくご存知だと思いますけれども、裏に産業文化会館の裏に駐車場があったわけなんですね。で、それで十分マニュアルを取ったわけです。マニュアル。ところが、考えを変えまして、後日ですね、産業文化会館の前の、この敷地をですね、給食センターまでの間、かなりの、集客というか観光バスも入れる、そういう施設になっております。でこれはもったいない、もったいないので、なんとかこれは橋本の拠点としてね、やはりやるべきではないかということを私は提言させていただきたい。でなぜかと言いますと、これはもう産業文化歴史文化の拠点として、菓子館だけではなくて、それを和歌山県下の特産物も販売できるような、そういうその一大拠点としてやはり、転向すべきではないかと、まあ、再三にわたって私は質問しておりますが、なかなか実現に至っていないわけでございまして、教育委員会とそれから経済部が、積極的にやはり話し合いを進めて、今後そのことを考えていくべきではないかということで、ご提言させていただきたいとこのように思います。でそれに対するご答弁をお願いしたいと思います。それから3つ目はですね、名護市藤原、保育園の跡地利用についてということであります。でこれは、先ほど大岡本議員の質問の中にもあってあるわけでありまして、答弁の中には十分この私が質問しようという中身については、福祉部長からの答弁がありまして、なかなか、良き考えであると思いますし、大事なことであると思いますし、今後取り組んでいかなければならない問題を、福祉課としてもお考えをですねお聞きしましたので、しつこを聞くことはないですけれども、この高齢者障害者福祉の重視の観点から、地域の見守り協力体制、地域で生活する上での、不安とか課題、住民と地域社会との技術化、介護等のストレス増大、災害や防犯への備え、認知症高齢者の増加等に取り組むための有効活用していくことが大事だと思いますが、この保育園の跡地についての、今後の考え方をお聞きしたいと思います。これは連動いたしますけれども、そのことについて、お聞きをしたいと思います。で、これには、まあ昨日も、高齢者が家に帰られないということで、まあ、2件ほど、1日2件ですかな、昨日夜も、その市の方でですね、ネットですね、その2名おらないということで、まあ、連日して、そういう方々が増えてきております。83歳と4歳ですかな、まあ、1人の方は、見つかったらしいですけども、1人の方はまだ見つかってないと、ね、そういう方々が非常に、まあ、地域で増えてきておると。でこれに対するやはり、なんとか取り組んでいけたらなという気持ちもありまして、質問をさせていただいているわけでございます。で2つ目には、1つ目はそれで、で2つ目につきましては、まあ、地域の自治会あるいは NPO 団体、
あるいは、介護専門のそういう企業の事業者の皆さんという方々に、方々からのお話の中でですね、今現在あるその藤原南宇曽藤原の保育園の、跡をですね、改装して、返してもらえることであれば地元で取り組んでいきたいよという意見もありまして、私はもう最初から、その廃止した部分については一日も早く、売却を方向で行きなさいということで、質問も再三してさせてもらっておりますが、私もそういう方針ではあったんですけれども、そういう今のこの現状のお話が地元からも出てきておりましてですね、そういうことによって、今後まあ、そういうことが話があれば、それに乗っていけるかどうかと、お返しすることができるのかどうかということをお伺いいたします。で、まあ3つ目は同じ連動しますんですけれども、建物は非常に古いわけでありますけれども、まあ、お返しするということになれば、市もお金もないということでありますんで、そういう改修等についてはですね、今後まあ使っていただく事業者とか地元の皆さんの、形でですね、公募して、公募していくということをが どうですかなということでお聞きしたいと思います。長々なりましたけれども、壇上での質問はこれぐらいです。17番井上君の質問項目1、高野口給食センターの今後に対する答弁を求めます。教育部長。高野口学校給食センターの今後についてお答えします。高野口学校給食センターは敷地面積が 1940.07 平方メートル、2階部分を超えた延べ床面積が 1181.92 平方メートルで、平成16年5月に竣工し、同年9月から稼働した比較的新しい施設です。また旧橋本市の学校給食を実施するため、平成21年1月に増築を行い、現在の延べ床面積は 1395.49 平方メートルとなっています。建物の構造は鉄筋造平屋一部2階建てで、調理施設はオール電化ドライ方式を採用しており、最大調理能力は2000食となっています。現在1700食の給食を調理しており、建築中の新学校給食センターが稼働する本年9月までは学校給食センターとして運営いたします。それ以降の当該センターの利活用については現時点では決定しておりませんが、施設備品等については新学校給食センターや他の部署での活用を検討し、施設については現状のまま売却を最優先に考えており、平成30年度のできるだけ早い段階で方針を決定したいと考えています。17番井上君、再質問ありますか。17番井上君。この施設についても売却ということの方針であるということを今ご答弁いただいたわけなんですけれども、例えばその売却なんですけれども、その解体をして売却するのか、その施設を再利用していくために、その施設、まあ、13、4年しか経ってないんでね、そのまま売却をしていくんか。でもしそれはそれで、それはそれでと、
もし売れなかったらどうするのかということも含めて一遍言葉になります。教育部長。はい、私にお答えをいたします。まず、この例につきましては、建設当時からあの後の処理についてどうするのかということで、議論を重ねてきました経過がございます。で、27年の12月の文教厚生委員会におきましても、そのことにつきましてご報告をさせていただいております。その中では、基本的には、そのままの姿で売却をまずはしたいというふうに考えてございます。中の調理用具ですとか、その辺も含めて、ご利用いただけるところがあれば、買っていただけるのが一番かなと考えております。で、それ以降につきまして、については、順次、また違う考え方で、売却を進めていきたいというふうに考えてございます。以上です。教育部長。売れない場合の方針に関してはまだ未決定ということでよろしいんですか。答弁よろしくお願いします。はい、教育部長。はい、今のところ決定はしてございません。以上です。はい、17番井上君。これから考えていくということなんでやはりあると思いますがですね、私は後の質問とは連動するわけなんですけれども、例えば給食センターの後の建物も含めてね、産業文化会館 その使い方っていうか、それ一つのものとして、考えていたらどうかということの中でですね、施設を売る場合でも要するに、その後のことにしてでもね、やはりその橋本市全体を眺めた中でかね、給食センターそのもののね使い方っていうものについては、私はその教育委員会だけの考えで進みやんとね、進みやんと、要するにその経済部、経済推進部か、とかそういった、例えば福祉でも構わへんねんけども、私は経済部の方で、あこは経済観光の振興の拠点にしたいという していけばいいなというご提案をさせていただいてるん でそこでやっぱり経済と十分協議していただきたいとね、ねそれをやっぱり教育関係だけで硬いから頭がね、それからなかなか商売に長けてないから、いやはっきり言うて言わせてもらいますけども、商売長けてる人も中におるか分からんけど、やっぱり硬すぎて話にならんとね、それから、その経済部とですね十分相談をしていただいて、そして一つのものとして有効に活用できないかなということを、部長考えていただきたいんです、ね、で、そういうことでですね、もっとこの何て言うか売ることを目的ということも大事やけれども、活用するっていうこともね、やっぱりその中の一つに入れていただきたいとね。で、例えば一つだけこれはもう案って私の勝手な案やけどね、例えばそのキノカの鮎ありますね、キノカの鮎だ、このキノカの鮎は橋本市でもブランドですね。なぜかと言いますと、今ヤマトで作ってもらうんだけども、それの要するに飴焼きっていうか、そういうものを作る場合にはああいう機械がものすごく必要である。で、そういうことを、例えば、そのブランドとして売る場合はですな、売っていく場合は、キノカの鮎については、一つだけお教えしますけども、ね、農薬、化学的な薬、餌はそういうものを使ってない。それから、フランスでもどこでも輸出できるんよ。ね、それ唯一キノカの鮎だけですよ。ね、他は飽きませんね。な。せやからそれを守ってるのは昨日からよと、うちは自信持って言えるとね、そういうこともありますんで、そういう鮎をブランド化して売るのも地元の特産として一つありますね。そういうことをやっぱり私は今一個だけ言いましたけど、他にもあんねんけど、そういうものを研究していただきたいとね、研究していただきたいと
で、そういうことであれば、漁協さんも話に乗ってくるかもわからんしやな、まあ、そういうこともあって、まあ、十分考えていただけたらということで、ご提言させていただきます。一つ目は結構です。はい。あとはもう、2項目でいいですか。はい。次に質問項目に産業文化会館アザレアの今後に対する答弁を求めます。教育部長。産業文化会館アザレアの今後についてお答えします。産業文化会館は公約地町向島135に位置する施設で、その名の通り地場産業の育成と地域文化の高揚を図るために設置されています。市内の文化施設としましては、橋本市峠に教育文化会館、須田町中島に東部コミュニティセンターがあり、大ホールを有する建物として公約地町にありますこの産業文化会館も市民に活躍の場を提供し、地域文化の向上に寄与しているところです。産業文化会館の利用状況については、大ホールでは公約地文化協会主催の文化フェスティバルや公民館祭り、各種コンサート、発表会、講演会等の利用があり、各会の会議室ではフラダンス教室、いけばな教室、ヨガ教室などの各種教室や小規模の講演会や会議等にも利用されており、年間約4万5000人を超える方々に利用いただいているところです。教育委員会としましては、産業文化会館は公約地地域の文化拠点として必要不可欠であると考えており、継続して利用したいと思います。また産業文化会館の運営については、昨年12月に指定管理者の指定を3年間の期限で更新いただいたところであり、直ちに変更することは難しいですが、今後地場産業の育成や地域文化の興行にかかる施設の在り方については、各関係部局とも協議してまいりたいと考えます。経済推進部長。次に、産業文化会館アザレアは、京阪自動車道のインターに近く、産業振興、観光地域づくりの拠点として、利用用途を変更してはどうかとのお尋ねについてですが、当該施設は先に教育部長が答弁したとおり、平成30年度から3年間の指定管理が決定しています。そのため、直ちに利用用途を変更し、産業振興、観光地域づくりの拠点とするということは難しいと考えます。なお、現在は橋本市地場産業振興センター立ち寄りどころが産業振興、観光地域づくりの拠点を担っていますが、将来的にたくさんの観光客が本市を訪ねてこられるようになれば、駐車場やエントランススペースの大きい、より収容能力がある場所を検討する必要が生じるものと考えております。17番井上君、再質問ありますか。17番井上君。まあ教育部長ね、答弁の中では、年間4万5千人ほど超える方々に利用していただいておりますと、まあ、これは、まあ、年間ですから、延べですな、伏原の、ね、文化センターの福祉館、まあ、これは、まあ、とか書いてあるんじゃないよ、福祉館でマッサージやっての、記念のね、年間ちっちゃいところで1万2000人ですわな。
だからこの、ね、それによってやりますよというのはもう理由にならんのでね、ということはフラダンス、いけばな、ヨガ、この教室なんかは、たくさんの小規模の施設の中でも毎日やってますわ。毎日やってますし、私もあちこちフラダンスももう何か所でもやってるしね、いけばなももうそこら中もう公民館から始まって、ここに施設ある何十何か所か施設ありますけどね、管理計画の中にあるね、その施設の中の30何か所か、全部やってますわね。それからそれは特別なもんでもないと。それから、文化協会、これも僕は一日も早う合併したんやから一緒になれって言うてんねんけどね、橋本市の文化協会と小林文化協会と今までにまだ十何年なんだね、別々にやってるね。うちは3本使うで、うちはこっち市民会、この教育委員会の2回使うでってね、そんなことやってやんと、もうやっぱり一緒になろうよっていうことで、やっぱり進めていくべきやと思うよ、教育委員会としてよ。でそういうことも含めて、やっぱり東部コミュニティセンターもありますしね、ね、もうこの今やってる、この今あなたが言ってるやつについては、公民館で全部取り組んどんのよ。公民館で十分機能してんのよ。ね、8か所か7か所か8か所あるのか、公民館何か所あるのでな、全部各地域でやってますよ。だから、それやっぱり見直しを今後、ね、3年の間に、もう今から取り組んでいただきたい。ね、もったいないからね。で、ちょっとお聞きしますけども、教育委員会はこの前の土地全部、何坪ありますか。あとで買うたんだけどね。教育委員長。すみません、広さについてはちょっとわからないんですけども、駐車場の台数で申し上げてよろしいでしょうか。産業文化会館の北側の駐車場について30台、それから、その向かい側になるところについては、140台、それからプールの前になるところが80台で、産業文化会館周辺の駐車場といたしましては220台の駐車場となってございます。17番井上君。17番。そういうことでですね、前 の土地をですね、産業の拠点とするということで、あとで買い足したんですわ。産業、今、産業文化会が今とヨガやらそんなんするために前へ買い足してないのよ、ね。合併するに年前やったと思うんやで。で、給食センターも、かなりの金かけてやっちゃうしね。で前は何でこうたかって言ったら、そこを消えない土地ができたらね、そこをまあ産業の拠点するんやよっていうことでね、我々が一生懸命言う、もっと合併するちょっと前やったけど、こってもうたのよ、ね。で、市に移管したんですわ。で、そういうことであるんで、歴史的にもそういうことを含めて、検討を再度してくださいね、してくださいねということを、ご提言しておきます。これ大事なことやからね、これからの橋本通信 のやっぱり大事なことなんで、考え直してほしいのということをご提言しておきます。で、今、経済部長が引き続きご答弁いただきましたけれども、要するにその、よく分かっていただいたと思うんですよ。将来的には観光客が本質を訪ねてこられるように、来られるようになればならし、来られるようにするためにはこの場所が必要なんですよ、ね。でね、そのことを経済部長に も再度お尋ねしますけれども、やはり今せっかくええことやってくれとるんで、市長も取り組んでいただいてるしね、するんで、なかなか立ち寄りどころやってるの、中身としては最高のもんがやってくれとるとは思いますよ。私は何も否定するもんではないんやけども、あの箱には観光バスも止まれれへんし、駐車場もないし、要するにネットで発信することぐらいできるしね、品物こんなあるでって見本に置くぐらいのことはできるわな。せやけども、
やはり産業文化会館というところの1階から3階まで全部使うて、そして観光バスも来てもうて、ね、そして、地元の特産品を、あるいは県下の特産品を一手に引き受けて販売をしていく、ね、そういう販売能力をつけていく、経済の活性化、これの拠点にするということをやはり、教育委員会にお願いして、産業、その経済部に返してよと、今、返したとんねん、返してよというぐらいの、やっぱり交渉してですね、ちゃんとその筋道をつけていただきたいと思いますが、経済部長、ちょっと、考えをお聞きしたいと思います。経済推進部長。昨年、おととしやったんでと記憶ではあるんですが、市長と旭川市の方にお伺いさせていただきまして、その折、旭川市の地場産業振興センターを訪ねてまいりました。非常に立派な品物で、建物で、で、まあ、旭川近隣のですね、お土産物なんかもたくさん置かれてました。まあ、そういう状況の中で、相手の方には非常に申し訳ないんですが、本当にお客さんが入ってなかったんですね。で、私は今考えるに、やっぱりそのキャパの問題ではないと理解してます。今壇上でもお話しさせてもらったように、産業振興センター立ち寄りどころにおいて、まあ、産品紹介であったり、まあ、販売、まあ、本日の産業を生かした体験イベントなんかもさせていただいておるんですが、決して情報発信も含めて、現状では十分でないと私は思っております。まあ、そういう状況の中で、今お客様もですね、団体から個人へどんどん変わろうとしておりますので、個人客を中心とした、まあ、魅力のある施設として、まあ、おもてなしの環境整備をして、まあ、この地元産品の紹介と販売を強化して、まあ、観光の情報発信というのを積極的に行ってまいりたいと思います。17番井上君。1回、2回ではなかなか市の、まあ、皆さん方の頭を変えようと思うのは難しいと思うんで、私は、まあ、その今ここで、でかひか白か黒かということは言いませんけども、市長が、先ほどから、十何分お話ししている中では、やっぱり観光振興経済、やっぱりその立ち寄りどころも含めてやな、足元の活性化のためにやっていかなあかんよという方針は、な、方針というか考え方は言われた。で、それをやっぱり実行していこうと思えば、まあ、私先ほども言った経内自動車道ね、できたし、かなりの、まあ、桂木町なんかでも2か所か道の駅、桂木町3か所か、今4か所あんねやな。4か所入ってる、これ昨日も行ってきたけど、泉行ってきましたけども、串垣の里もどっさり入ってましたわ。もう満タンですわ。まあ土曜日曜なんて、愛でも多いですわ。ねえ、すごい入って、24号の、もともと下水の、まあ、ね、あれでも、作ったあのアコもまあ非常に多いですが、まあ、あんまり産品ないですけどね。で、京南自動車道 の左右両方、やっぱりよく売れてます、売れてますわ、うん、立派やなと思いますわ、ああ、これは橋本でもこれ一箇所欲しいなと思いますね。で、まあ、やってることは非常にいいことやってんねんけど、まあ、なんてお風呂も、まあ、作ってくれて、ゴミのとこへな、で、あこもまあ非常にいいんですよ。で、そういうことも含めて、やはりこの新しく建てていこうと思ったら、かなり費用もかかるんで、やはりこの今ある施設を有効利用して、やはりこの地元産業の発展のためにですね、やっぱりその入れ物を有効活用していくということを、ご提言申し上げまして、この、まあ、なんていうんかな、教育委員会だけじゃないし、当局、まあ、部長も含めてやけども、なんていうんか、地元のられる理事でも副市長でもかめへんので、いっぺんその、ちょこっと、ええか悪いか、いっぺんちょっとご批評をお願いします。
取り組んでいくようにしやるかどうかということをちょっと理解しておくれよ。市長。井上議員の質問にお答えします。確かにそういう観光の拠点は必要だと思ってます。で、果たして産業文化会館がそれに、見合う施設かなという気もします。大ホールもありますし、なかなかこう活用して使っていくのは難しいのかなというふうなこともありますし、逆に先ほど希望の里のお話が出ましたように、あそこを交流人口の公約地の増やす拠点として考えていく手段もあるのかなというふうに思います。これはもう民間企業も商工会にも協力をいただきながら、まあ、そういう方向で行くのが一番いいのかなというふうには思っています。ただやはり文化の拠点でありますので、あそこで何もできない、そういう発表会ができないというふうなことになると、果たして公約町民の皆さんが、納得していただけるのかという問題があります。やっぱりそこのバランスっていうのも考えとかなあきませんし、こう市民会館のあのすり鉢状の施設がいつまで使えるかっていうことも考えとかなあきませんので、いずれ、高齢者が増えてきたら、まだ、3分の方がはるかに傾斜回しですから、活用していくっていうことにもちょっといろんな面で考えた中で、あそこをどうするんかっていうことを考えていく必要があるのではないか。観光振興という視点だけでは大変難しいかなというふうに思いますし、まあ、今後、まあ私立ち寄りどころに関してもまた品揃えはもう一つやなというふうに思いますし、もっと改修までしてやった場所なんで、もっと逆に売り上げが上がるような橋本市の情報発信ができる施設に変わっていくべきかなというふうに思っておりますので、まあ、あの3部についてはこれから十分な検討が必要かなというふうに思っていますので、ご理解願います。はい、教育部長。すみません、先ほど駐車台数申し上げましたが、総数については220台で間違いはございません。土内訳で、産業文化会館の向かい側の駐車を140台と申し上げましたが、正しくは110台でございます。大変申し訳ございませんでした。はい、次に質問項目3、名護村伏原前保育園の跡地利用に対する答弁を求めます。健康福祉部長。名護村伏原前保育園の跡地利用についてお答えします。本市では高齢化が進み、本年1月末現在で高齢者の人口が19,618人となり、高齢化率が 30.8% となっています。また障害者の方は1月末現在で3938人であり、人口に占める割合は 6% です。現在和歌山県の補助を受け見守り事業を行っていますが、まだまだ充実が必要です。地域で生活する不安や課題に対処するため、地域包括支援センターで相談業務などを行っていますが、すべての人に対応するには行政だけではマンパワーが足りません。また、現代社会において人間関係が希薄化しているのはお正しの通りであり、それが介護等のストレスを招いている面もあると考えられます。さらに、安心安全のまちづくりのため、防災、防犯は最重要課題であり、市はもとより地域ぐるみの取り組みが必要です。認知症高齢者は高齢化の進行に伴い大きく増加しており、
その対策は福祉施策の柱の一つと考えています。議員ご指摘の課題は一つ一つが重要な課題であり、市として真摯に取り組んでいるものばかりです。どの課題も一朝一夕に解決できるものではなく、また包括的な取り組みが重要と考えています。このような課題に対応するため、地域包括ケアシステムの構築に取り組んでいますが、行政だけで対応できるものではありませんので、地域の社会資源を生かしながら、市民の皆様とともに今後とも取り組みを強化してまいります。総務省。次に地域の自治会、NPO 団体企業等の専業者への賃貸借についてお答えします。旧長曽及び藤原保育園の園舎は、双方とも鉄骨造りの平屋建てで、旧長曽保育園は昭和50年竣工、敷地面積は 2538.22 平方メートル、延べ床面積は713平方メートル、旧藤原保育園は昭和48年竣工、敷地面積は 2851.45 平方メートル、延べ床面積は旧園舎が707平方メートル、昭和55年に竣工した旧屋内遊技場が延べ床面積 164.97 平方メートルの合計 871.97 平方メートルとなっています。これらの建物は耐震診断の結果、耐震性が不足しているため保育園を移転した経緯もあり、老朽化も著しく、安心して利用するのは困難な状況です。本市の普通財産は売却を基本方針としているため、これらの跡地は来年度売却募集の予定としていますので、地域の自治会等の各種団体に賃貸借することは困難です。次に、民間の事業者に改修等を条件として公募してはどうかとのご質問についてお答えします。普通財産は建物が現存している場合については、その建物の撤去費用を差し引いた額での売却としているため、改修等の条件を付しての売却の公募を行うことは考えていませんので、ご理解をお願いいたします。17番井上君、再質問ありますか。17番井上君。東電といえば東電で、私も売却を早く一日も早く しなさいよということで進み寄っておったわけなんですけれども、先ほど福祉部長がお話しあったようにですね、これからは時代の変化ということないけど、地域のやっぱり、人たちのニーズに応えていこうと思えば、なかなかこの市が改修をしてっていうこと、改修をして空き家ですね、空いた施設をっていうことはなかなかできにくいということはよく理解しております。でただ先日来、私もそのどうなってんのよって言って聞かれた時、売却せな、ね、するようになってんのよっていう話から。各種団体の25人、各団体も含めて、そういう勉強会ってことないけども、地域でやっぱ有効活用していくために市の方で考えてもらえやんかなっていうことで、そういう話もありましてね。でこの話を出してるわけなんですけれども、例えばその秋に売却という秋か来年か知らん売却ということで、もうそれはもう進めてもったら思っとると思うんやけど、要するにその売却を進めるったって、なかなか一丁一短でなかなか市の思ってる値段ではなかなか売りやんと。でもし売りやん場合は、
まあというか、まあ、まだ地域のからのニーズというか要望というかそういったものが出てきた場合はですね、まあ、あの回収をして売れっていうのは僕は質問してないんだけども、ちょっとここはちょっとおかしいんやけども、貸す場合は条件付けて、要するに回収は向こうでしてくださいよっていうことでどうですかって言ったら尋ねとるのでね、売る場合は回収をして公募したらどうですかってそれは言うてないんよな、勘違いせんとってほしいんやけど、そういうこういう答弁というか今していただいたけども、それじゃないんでね、それだけ勘違いせんとってや。で、まあそういうことも含めて、今いっぺん副市長に、まあ最終的にその地元からのね要望等もあり、また売れなんだ時にはやな、考えます、その施設をね有効に利用していくために、まあ、福祉を目的とした、ことについてはですね、市として考えてやっていただけるのかどうか、ちょっと副市長にご答弁を願いたいと思います。はい、副市長。原則売却ということで方針は立てておるわけでございますけれども、今議員にご提案いただいた事業の内容なんですけれども、ちょっと漠然とした形で今お聞きはしてるんですけれども、その内容がどういうものであるか、どういう事業で、地元の方が中心になるというようなお話やと思うんですけども、まあ、そこでのその事業資金の問題であるとかいうこともありますし、どういう何をどういう形で運営されるのかというのも現時点ではちょっと分かりかねるところがありますので、その中でちょっとその、賃貸というようなお話なんですけども、この場でちょっとそれについて、すぐにお答えはしにくいと思います。ただまあその内容によりましては、その公共性があります、その福祉目的であり、それから市にとっても役立つというようなお話になってくると、そこはまあいろんな形で条件を整えながら、まあいろいろお話はさせていただけるんかなというふうには思います。まあ現時点でちょっとそこまでしかお答えができませんので、まあちょっとその事業計画をしっかりとまた立てていただいて、一度またどの部門になるか、ちょっと総合的なお話もあるんで、どこになるかちょっと分かりませんけども、一度まあお聞かせをいただけたらなというふうに、とりあえずお聞かせをいただいた中でちょっと考えていかせていただけたらなというふうには思います。はい、17番井上君。はい、それは副市長おっしゃる通りでございまして、私も、具体的には、これと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 やりたいよっていうことは、話としては出てますけども、そんなその財政的にはどうするんだとかっていうことについては、まだその詰めた話っていうか、まだ2回3回と地元で話し合いをしていこうというような段階みたいでした。で、私も参加せえということで行かせてもらったんやけども、まあ、例えば福祉のそういう複合的なものを、やってみたらどうかとか、あるいは自治会館が、もう古いんで、なかなか市は回収してくれやるので、その自治会館元の老人会館かな、それはもう売却してもしてももういかないしゃあないっていうことで市で断られたんやと。で、まあ一部を自治会館に、まあ、自分らで直してそこ使うとか、まあ、福祉関係障害者とか、それから高齢者とか、地域の見守りたいというか、まあ、みんなが寄ってこれるようなそういう複合施設に、事業者の方も入ってもろうて、いうことで計画を立てていこういこういこういったらどうやっていうようなことで要望していこうかっていうような話でした。で、まあ、僕は それ以上のこともまだ奥深くまでは、聞いてないんだけども、万が一そういうご相談があった時にはまた一つ相談に乗ってあげてほしいなと、まあ、このように思いますので、よろしくお願い申し上げまして、このそれにつきましては、市の方へ委ねますので、一つそういうご相談があったときには、何とか、手厚いですね、お話に乗ってあげていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。で、全体的な話でご提言ということになりましたが、言うた聞いただけで終わらないように、できるだけ、前向いて、
私たちも市民の代表として声を、声を要するに 聞かせていただいて質問させていただいておりますので、お互いに、真摯に受け止めて、お互いに、実現できるように努力をしていただきたいと思います。私の一般質問はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。17番井上君の一般質問は終わりました。この際午後2時35分まで休憩いたします。